ホーム JR 四国の駅名標。当駅に限り、ひらがな主体で表記されている。土佐路塩鉄道の駅名標五面駅は、高知県南国市駅前町2丁目にある四国旅客鉄道、土佐路塩鉄道の駅、南国市の代表駅である。南国市の代表駅で JR 四国と土佐路塩鉄道が構内を共用する共同使用駅であるが、 駅の管轄は JR 四国が全面的に行っている。JR 四国の土産線と土佐黒潮鉄道の五面、那覇り線が乗り入れる。五面、那覇り線は当駅が起点であるが、一部列車は土産線に直通運転を実施しており、高知駅まで乗り入れている。駅番号は JR 四国が D40、土佐黒潮鉄道が GN40 である。 1926年から1974年までは、当駅には、土佐電気鉄道の秋線が発着していた。同線は、国鉄朝線の建設促進を名目とし、日本鉄道建設工団への用地売却による赤字解消を目的として1974年に廃線となった。その後、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法。 施行によって朝1の工事は凍結されたが、第三セクター鉄道の土佐黒潮鉄道が西部側の工事を継承し、2002年に同社の御面、那覇線として開業した。駅名は、駅設置当時、駅周辺が長岡郡御面町に属していたことにちなんでいるが、1959年に御面町その他の合併により、南国市が発足した後も解消されていない。 交換、退避設備を備えた島式ホーム2メ4線のホームを持ち、高知県発の京上駅舎を有する地上駅である。当初は、ベ入口が現在の南口1カ所だけであったが、2003年5月に北口が新設された。ホーム番号は0番線から3番線までとなっており、土産線は1から3番線、土佐黒潮鉄道は0.1番線を使用する。また、 二番線が上下本線の一線スルー配線となっているが、土産線と土佐黒潮鉄道の直通が一番線しか対応していないことによるダイヤの制約もあり、発着番線は一定していない。土佐黒潮鉄道の一部の機動車は高知駅まで乗り入れるため、当駅で JR の機動車との分割、併合が行われる。なお、ごめん、覇はり線は、 よき駅付近及びの一駅吉川駅間を除く、全線にわたり、高架構造となっているが、当駅の直前で、土山線に並行して、地上構造の当駅に接続している。JR 四国の駅長配置駅で、緑の窓口が設置されている。名称は、米駅を君、柳瀬隆がデザイン。駅員の服装の男の子で、衣装のデザインは、那覇駅のキャラクター。 名は、リコちゃんとお揃いとなっており、帽子には、ごめんと記載されている。このキャラクターのモニュメントは、0.1番ホームの横に、設置されている。また、このモニュメントに隣接して、アンパンマンの石像とごめん駅の歌である、ごめん駅でごめんの歌詞が設置されている。また、バップが発売する、いいなぁ、秋というアルバムに、ごめん駅でごめんの曲が収録されている。 ごめん駅でごめんの歌詞は、駅名のごめんと謝罪の意を表す日本語の感動し、ごめんを語呂合わせしたものである。ありがとうございます。